戦艦令変区は中国共産党が日中戦争期間中に中国政北部に設立した抗日根拠地第二次国境合作に伴い国民政府行政院直轄区とされた。1934年11月、劉士丹、五大砲、州、中訓党が指導する西北港軍により戦艦編軍人委員会及び戦艦編、ソビエト政府が設立され、 劉士タオが軍事委員会主席、後大法が参謀長、周中イサ夫がソビエト政府主席に就任した。1935年1月、千北省ソビエト政府と解消された。1937年1月、中国共産党が調整により、延安に本拠地を移動してからは、中国共産党勢力の本拠地とされた。 1937年7月17日、第二次国境合作に伴う国民政府は戦艦令変区の成立を承認9月6日に中国共産党は中華ソビエト政府の廃止を宣言し、西北弁ンところを戦艦令変区政府に改変して延安を主婦と定め国民政府行政院管轄の行政区画とされた10月12日、 国民政府行政院は第333回会議により、戦艦名変区を行政院直轄区域とすることを決定、11月10日の各級政府名称の統一に関する通知により、戦艦名変区政府は戦艦名特区政府と解消されたが、1938年1月に再び戦艦名変区政府と解消された。 1947年3月19日、国境内戦が激化すると、毛沢東は中国共産党中央機関及び部隊を、延べやすより、撤収8月にかけて中国国民党に対するゲリラ戦を展開し、中国国民党勢力を戦艦令変区から撤退させ、中国共産党の解放区として改変された。1949年10月1日、 中華人民共和国が成立した後、主婦は延安から西安になり、1950年6月に戦艦年変化は廃止された。ありがとうございます。